皆さんこんにちは。今回も妖怪ウォッチの世界を旅していきますよ。前回のパートは池の水全部抜くのスタッフに指輪を探してもらったところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。怖いかな。さすがにそのムーブはやばいやろ。荷物を椅子の上に置いて出発はさすがにおかしいやろ。これがキャリーバッグとかなら危ないものが入ってると疑われる挙動やぞ。その挙動がおかしいって言っとるやろ。よし。ということで今回はパッパが仕事をしたくないからという理由で置いていった荷物を届けに行くイベントですね。届けないであげた方がパッパも喜ぶんちゃうか。少なくとも私は喜ぶかもしれんわ。その状況、構成作者さ、これおかしいと思わないんか。なんでウォッチを使ってるのに妖怪サイドが動いてメーターが溜まりにくいんだよ。せめて判定を甘めにしとけや。なんで私の側がウォッチを動かして探さなきゃあかんねん。これは難癖をつけざるを得ないわ。さて、前回のパートのコメントでガチャを見せてくれ勢が多かったのでガチャシーンを流したいと思います。あとアプデ記念みたいなやつで5つ星コインというレアなコインも集めておきました。強そう。もう見た目が周りの奴らと別格やもん。マサムネはAランク、勇ましい族で火力お化けのようです。こいつはエース格になれる器ですわ。こんにちは。あ、そうそう、マジで今回のパートパッパに荷物を届けてそれでおしまいですからね。そこんとこは前もって言っておきますよ。大量発生してるやんけ。ポケモン GO のコミュニティデイみたいだ。きっとどこかに色違いが湧いてるぞ。探せ探せー。ポケモン GO の話やぞ。ということで忘れん坊を避けながらパッパの会社にたどり着きたいと思います。妖怪ウォッチって割とアクション要素もあったりするゲームです。はい、こうなるとやり直しになりますね。このくらいであればまあやってやれないこともないですが、たまーにきついアクションを求められる場合もあるので割と気を引き締めないといけません。今完全に惹かれかけてただろ。私はそういうの見逃さんぞ。ということで、やり直しです。まあやってやれないことはないレベルなので、落ち着きつつ、急いでやりましょう。あっぶねえ。今完全に、ぶつかってただろ。審判によっては、アウト宣告されてもおかしくないレベルだったぞ。私も忘れん坊に取りつかれて会社に行くの忘れてぇなー。ふぅ、余裕でした。アクションはお茶の子さいさいですわ。この会社セキュリティがバガバだな。受付とか事務の姉ちゃんとかにご用は何でしょうかみたいなのはないのか。お小遣い5万円アップで手を打ってやろう。地獄絵図になりそうな状況やんけ。この忘れん坊とかいう妖怪、のぼせとんまんとかつられたローマルよりよっぽど害があるだろ。急にブチギレたな。私みたいな切れ方だぞ今の。
まあそれは冗談として、あちこち追い回して忘れん坊をとっ捕まえに来ました。素晴らしい。忘れん坊は遊んで欲しかっただけらしいです。ということで、本当に忘れ物を届けただけの回でしたとさ。今回のパート、何も仲間にしたりできていないので、ある程度、妖怪を仲間にしてから終わりにしたいと思います。あ、そうそう、忘れん坊は、忘れ物をする忘れん坊と、帽子の坊で、忘れん坊という名前です。頭にかぶりつくのも、帽子だからですね。このモテモテンが、なかなか有能妖怪です。何が有能かというと、こいつのスキル、モテモテンは、パーティーにいるだけで、妖怪が仲間になりやすくなります。この妖怪がいないと、話にならないレベルです。ですのでこの妖怪は、バンバン使っていきますよ。現状、妖怪ゲットがままならない状態ですからね。そうこうしているうちに、続かなそうが進化するようです。そうそう。このゲームにも進化要素があります。やっぱり進化はワクワクしますね。さてボーナスチャンスですね。今回は一体どんなボーナス？おふざけてんのか。このゲームデータを忘れん坊ってか。モテモテンが仲間になる前に戻ってたら私はこのゲームをやめるからな。マジでこのゲームボーナスチャンスで何を抽選したんだよ。どこにフリーズする要素があったんだ一体。ふう、いたわ。一安心ですわ。